ベトナムにおける EC 販売と題しまして、ベトナム国内の EC 販売または越境 EC についてお時間を20分程度いただきお話ししたいと思います。改めまして、信越大国パートナーの家子里美と申します。よろしくお願いいたします。最初に本日の目次ですが、1つ目にベトナム国内市場、2つ目にベトナムにおける EC 販売、3つ目に EC 販売の方法、最後は参照資料となっております。ではまずはじめにベトナム国内市場について見ていきたいと思います。こちらのグラフは2020年度の消費者物価指数についてベトナムと日本を比較したものです。見ていただきますと、いずれも右肩下がりとなっております。日本は10月、11月にマイナスに転じておりまして、ベトナムは前年に比べてプラスは維持していたものの、後半にかけて徐々に下がっております。マイナスの要因としてベトナムについては、エネルギー関連、自動車、観光などの落ち込みが影響しております。ベトナムは GDP の約3割がサービス業と言われており、やはり外国からの観光客の減少というのが非常に大きく影響しているのではないかと思われます。続いて、先ほどの CPI から見ますと、全体の消費動向というのは非常に落ち込んでいるように見えるのですが、こちらの小売販売額のグラフを見ていただきますと、国内経済は順調に回復していると見られまして、一般販売が牽引しているものと言われております。続いて、こちらは e コマース市場の販売額と成長率のグラフになっております。コロナ前のデータとはなりますが、順調に伸びているのがこちらのグラフを見てわかるかと思います。では、次のテーマ、ベトナムにおける EC 販売についての説明に移りたいと思います。まず、ベトナム国内での EC マーケット4大手と言われるものですね。ショッピー、ラザダ、ティキ、センド。日本にいてもショッピー、ラザダというのを耳にしたことはあるかとは思いますけれども、こちらのティキ、センドというのはあまり聞かないかなと思われます。こちらの2社はですね、ベトナムのローカル企業でございまして、最近非常に伸びているサイトで注目を浴びています。それ以外には、ベトナム国内においてフード専門の EC サイトというものも非常に発達しておりまして、日本では最近ウーバーイーツですね、の利用が増えていると伺うんですけれども、日本よりは、こちらのフード専門サイトのですね、利用率ですとか、周知度というのは非常に、ベトナムの方が高いかなと思います。ベトナムではですね、オフィスにいてもですね、スタッフが昼食では当たり前のように EC サイトで手配をした、ランチを食べていたりですとか、午後のお茶ですとかおやつなどのタイミングでもですね、オフィスにいながら注文をして、デリバリーをオフィスまでしてもらえるということで、非常に利便がよくですね、皆さんよく利用しているように思われます。日本だとコンビニなんかに皆様行かれるとは思うんですけれども、コンビニが少ない分ですね、そういったようなデリバリーというのが非常に便利なもので、好まれて使われているのではないかと思われます。2つ目に、フード専門 EC サイトについてなんですが、こちらに記載しました、グラブフード、ナウ、ベトナム、ムムム、ゴージェック、キャプチなど、さまざまなサイトが存在しております。特にですね、キャプチですが、こちら、日本人の方が立ち上げたサイトになっておりまして、主に日本人駐在向けに展開しているサービスで、ハノイ、ホーチミン、それぞれ、利用が可能になっています。日本食レストランが主ですが、それ以外にも多国籍料理なども、徐々に登録店舗も増えておりまして、一番特徴的なのは日本語で利用が可能というところが非常に利便がいいということで、日本人の駐在の方には好評かなと思います。やはり各サイトですね、日本語で利用できるところが他にはなくてですね、基本はベトナム語もしくは英語というのが通常になってます。それ以外にもですね、ビッグシーやサークル K などの小売店舗の登録がされているサイトもございまして、そういったところを利用しますと、肉、魚、野菜、卵などの生鮮から、シャンプーといったような日用品まで、さまざまなものが、注文から配達まで可能になっていきます。3つ目に、ホットトピックスとして挙げたのはですね、ある程度4大手の中でしのぎ合いとなってきますと、今後どのように差別化を図っていくのかというところの注目度が高まってきます。
1つ目は敵と船頭が合弁に向けた協議をしているといった報道ですとか、ラザダとグラブフードが提携し、相互サイトから各ホームページリンクへのアクセスが可能になるといったような動きが見られまして、このようなところからもですね、各社の利便性や差別化というところへの取り組みというのが見てわかります。今後も新しいサイトの登場ですとか、各社の動向というところはベトナム国内のマーケットでも非常に注目度が高いところではないかと思います。では続いて各サイトを簡単に紹介していきたいと思います。まずショッピーですが、こちらはシンガポール本社で中国のテンセントが最大の株主となっております。2015年に設立いたしまして、ファッション、家電、化粧品、食品など様々なアイテムを扱っております。2つ目もラザダですね。こちらも同じくシンガポール本社で、中国のアリババが経営権を取得しております。ベトナム国内ではこちら最大手となっておりまして、2012年の開設で、その後アイテムに関してはショッピーとあまり変わりがないかなと思います。続いて、ティキですね。こちらベトナムの企業で、2010年に、本を売る会社として創業されています。日本でいうとちょっとアマゾンと似たようなところと言われております。その後オンラインショップとして変革しておりまして、送料の無料ですとか、ちょっとこう他とはサービスの面で差別化を図っているようなサイトでございます。最後に線路ですね。こちらもベトナムの企業でございまして、2012年に開設後、こちらもですね、非常にサービス面での充実を目指しておりまして、物流会社と提携をしまして代引きサービス の仕組みを取り入れているというところで、配達とあとはこう利便性というところに特化しております。でまたベトナム国内はですね、こういったような EC サイトの利用というのがハノイとホーチミンの都市部に主に集中していることもありまして、こちらの船頭ではですね、地方のユーザーをターゲットに展開を広めております。また船頭はですね、日本の SBI ホールディングスなども投資をしておりまして、他にもいくつか外資が参入しているのも特徴です。では続いて各サイトを取り扱っている商品アイテムというところを簡単にまとめております。でショッピーはですね、こちら見ていただきますと、家電からですね、衣類ですね、何でも取り揃えているようなサイトになっております。特に電気自動車の取り扱いというのがベトナムらしい特徴ではないかなと思います。続いてラザーダですね。こちらショッピーとそんなにアイテムラインナップは変わらないんですが、若干こう売れ筋のアイテムというのが異なってくるのかなというところですね。続いてリッキーですね。こちらは見ていただきますと、食品ですとか家電といったところが少し人気なのかなということで、各社若干取り扱ってまた売れ筋の商品が異なってくるのかなというのが見てわかるかなと思います。最後に線路ですね。こちらは衣類が多いような印象を受けまして、特徴的なのは値下げ率が高いと思われます。セールスというのは各サイト頻繁に行っておりまして、このようなプロモーションというのも特徴が分かれております。ベトナムの皆さんですね、このようなこうアイテムごとにこのサイトを利用しますといったように使い分けをして、利用をされているようなイメージです。では続いて各社の月間訪問者数を比較してみました。一番上の青いグラフがショッピーですね。濃い緑がティキ、黄緑色のものがラザダ、で一番最後に青い濃いものがセンドとなります。見ていただきますと、ラザダが最初強かったところから徐々にマーケットシェアが他の会社に変わってきたというのが見てわかるかと思います。各社の今後の動きや今後の新しいサイトの登場といったところにも注目がされるところではないかと思われます。では続いて e コマース市場全体の話をさせていただきたいと思います。 e コマース市場は2020年14億ドルの売上でありまして、2025年までには 29% の成長で52億ドルの予想
と見込まれております。こちらの数字はですね、東南アジアでインドネシアに次いで2位の数字と言われておりまして、こういった要因に一つはですね、ベトナムのインターネット人口というのが総人口の 70% と言われておりますので、このようなマーケットとしては非常に注目度の高いマーケットではないかと思われます。上から5つ目のポチ、ベトナムの e コマースアソシエイトとベコムと言われる組織によりますと、現在の EC 利用客 35% を占めるのが、首都のハノイ、ホーチミンとなっておりまして、そちら以外へのエリアへの利用促進を目指しているという報告が挙げられております。このベコムというのは、国が、促進する e コマースをですね、促進するために設けられた機関でございまして、2020年度の活動として、アリババとのコミュニケーション、デジタルトランスフォーメーションイベントへの協力、台湾のサプライヤーとのオンライン取引、物流インフラに関する取り組みをしましたというような報告も、レポートとして上がっておりまして、このような国内での促進活動だけではなくて、海外との取り組みというのも強めていると印象を受けます。また最後に出走決定でですね、2021年から2025年の電子商取引、こちら EC ですね、の発展計画というのを承認しておりまして、2025年までの EC 市場規模目標としては、ベトナムの人口の 55% が EC を利用し、1人当たりの年間留学を600ドルというふうに設けておりまして、 EC 売上高平均では 25% 年平均ですね、こちらの成長を目指すというようなレポートが挙げられております。では続いて EC 販売の方法というところに移りたいと思います。やはり日本国内にいますと、日本とベトナム越境 EC というところへの注目度が高いというふうに思われますが、まず越境 EC というのは非常に難しいと認識していただければと思います。なぜならば、税金面ですとか外資規制の面で難しくなっております。ベトナム国内で物を販売するという点にあたりまして、販売拠点となる法人が必要となります。その法人ではですね、必要なライセンスの取得というのも発生いたしまして、この点において少し難しくなってくる要因となります。他方で現地販売代理店を介しての販売であれば要因になってきますので、こちら2つ目のポチとして挙げさせていただいております。現地販売代理店にお願いしますと、商品登録や輸入代行、出品から現地販売と、現地での回収、現金回収の管理をすべて一貫してお願いできますので、そういった点では非常に簡単に手が出しやすいのではないかと思います。またショッピーなどではですね、10アイテム以下での解説ができませんよといったような制約もありますので、このような解説済みの会社を通すことで小ロットから始めることができるのではないかと思われます。またベトナムではですね、キャッシュ&デリバリーの決済というのも非常に一般的でありまして、衣類なんかを頼まれた際に物が届いてその場で開封をして、やはりサイズが違っていた、返品をしたいということであれば返品が可能となるようなシステムなんですけれども、こちらはですね、その点において非常に返品リスクが高くなってきますので、販売をする方法というのも工夫をしないと非常に難しいのではないかと思われます。3つ目ですね、すでに進出済みのお客様が自社のサイトや Facebook を通じた販売をする際ということなんですけれども、この際にもですね、各種申請が必要になってきますので、簡単に解説してスタートをしていいというわけではないのでご注意ください。また EC 販売での注文後のキャンセル率が高いと先ほどお伝えしたので、この点においてもですね、工夫が必要になってきます。ある会社様では注文後への確認の電話を行って、また配達前にもお客様へ確認の電話を行うということで、キャンセル率を下げるような努力をしているというのも伺いましたので、しっかりですね、EC 販売をするにあたってもベトナム国内の顧客の動向というのをつかんで、そこに対する工夫というのをしないといけないということを、ご注意いただければいいかなと思います。また EC サイトのみではの告知というのが非常にうまくいきませんので、次にご説明をさせていただきますが、マーケティングの手法というのを複数組み合わせて工夫されているところが多いのではないかと思われます。
では続いて、どのようにマーケティングをしているのかということで、ネット広告の説明に移りたいと思います。今回4つ挙げさせていただいておりまして、1つ目、YouTube、Facebook、次のページで、自社サイト、DSP、アドネットワークを各サイト、それぞれ説明させていただきたいと思います。では、はじめに、YouTube ですね。こちらはですね、国民の 90% 以上がスマホを保持しておりまして、その国民のうち 80% 以上が SNS を利用していると言われております。こちらから見てもですね、皆様、スマホを利用して、いろんなサイトを見ているというのが伺えるかと思います。YouTube においては、月間3億トラフィックを超えると言われておりまして、また人気 YouTuber も日本と同じように存在しておりますので、そのような YouTuber の方を起用した、商品の動画説明ですとか、そのような広告というのが頻繁に、アップロードされているような状況です。続いて Facebook ですね。こちらはベトナムでは Facebook の利用者が国民全体の 60% を超えておりまして、この数字はですね、日本では Instagram の方が注目度が高いサイトではないかと思われるのですが、ベトナムにおいてはインスタグラムの10倍以上の利用率となっております。そのためこのような Facebook を利用した商品売買というのも非常に主流となっております。続きまして自社サイトですね。こちらを見ていただきますと、自社のサイトページを設けまして、そこに商品アイテムと価格等も掲示しておりますので、その場でそのままオンラインでの注文というのが可能となっております。注意していただきたいのは、このような自社サイトを通じての個人への販売というところにおいては、小売りのライセンスというのが必要になってきますので、この点ご注意ください。また、小売りのライセンスというのも取得が外資でありますと、少し難しくなってきますため、こちらにおいては、専門家への相談というのもご検討いただくのがいいかと思います。最後に DSP ですね。こちらは先ほどのインターネット利用率の高さとかもですね、踏まえますと、各サイトへの宣伝というのも効果的ではないかと思われます。国民のネット利用率 90% を超えておりますので、このようなサイトへの一括での配信というのが可能な会社を通じての配信というのも非常に有効的だと思われます。最後にベトナム国内の EC 販売は、一強 EC というのも踏まえまして、これから整備されていくものではないかと思われます。国として今後の取り組みというのも非常に注目されておりまして、ベコムといったような機関も設けられておりますし、そのような機関でですね、実際には海外との取り組みも強化していると、このような動きを見ますと、より一層ですね、今後の発展を期待したいところではないかなと思われます。今お話しさせていただきました情報は、こちらの参照資料を見ていただきまして、引き続きベトナムの EC 販売の動向を見ていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。